毎日新聞に人吉豪雨被災者支援、数珠無料修理、こんなに大きくですね、掲載いただきました。ワイ記者様、取材本当にありがとうございます。心よりお礼を申し上げます。金箔が吹いても剥げない国産仏壇、人吉熊谷白足北仏壇支援隊、隊長永田光輝でございます。2021年4月の11日月曜日、今ちょうどですね、朝5時43分、ちょうど543になってますね、朝動画でございます。外気は今13度、今日ちょっと暖かいですね。はい、まあありがたいことにですね、見てください、こんなに大きくですね、毎日新聞様、4月の9日金曜日ご掲載いただきました。誠にありがとうございます。こんなに大きいですね。もう本当ですね、もういつも毎日新聞のワイ記者様、もう本当にですね、もう今回も一番取材、毎回ですね、一番に、このアマビエ仏壇の時もそうでした。あちらのアマビエ仏壇ですね。それとこちらの人吉豪雨被災者支援小型仏壇無償提供も一番でした。で、今回もですね、一番最初にご来店いただきました。誠にありがとうございます。毎日さんのおかげでですね、こんなよそのマスコミさんが来られます。もう本当にありがとうございます。ちなみにですね、人吉豪雨被災者支援もまだやってますのでよろしくお願いします。でですね、今回はですね、人吉の被災された数珠、もうすぐ人吉豪雨が1年、7月の4日で1年来ます。初盆も来ます。亡くなられた方70何名亡くなっていらっしゃいます。その皆様の形見の数珠をですね、これ数珠って修理ができる。ちょっと見えますかね。数珠って修理ができるんですよ。水で濡れた数珠っていうのは使えなくなります。房がポッと膨れたりですね。それとあと糸も切れます。ですから、水で濡れた、壊れた形見のお数珠とかはですね、もう無料で当店に送ってください。修理して送り返します。やっぱ長崎のですね、明光堂念珠店、これ社長様でいらっしゃいます。有名な長崎念珠の会社でいらっしゃいます。当店のお数珠は全部そちらでしていただいてます。でですね、明光堂様のご協力によりですね、丁寧にですね、で、これはもちろん、費用は私が全額持ちますので、もう無料で今回、8月の15日まではもう受け付けますのでですね、お盆まで。まあそうですね。まあ、そうやね、もう今パッと思ったんですけど、彼岸まではしますよ。それとですね、実はですね、昨日小判見よって、ふって降りてきたそばって言うんですね。これ、数珠の無料修理。まあもちろん仏壇無料提供もやってます。で、数珠の無料修理もやります。それとですね、初盆のお客様でですね、盆上賃も私はサービスでつけます。もうパッて今降りてきたです。で、そうですね、あんま高さつけきらんけんですね。ちょっと待ってくださいね。盆上賃場ですね。もう毎日新聞さんが話して、これがいいな。この消費税別で8600円ってありますよね。この毎日新聞さんのもう記事に載りましたけんですね。私はもうやっぱ思いました。で、今パッと降りてきたけんですね。この盆上賃、初盆の方で、被災者の方でやっぱ盆上賃買いたいけど買えないとかっていらっしゃったらですね、言うてください。これはもう、つけば、サービスで送ります件がですね。はい。まあそういう形でですね。ですからもうすぐ1年が参ります。でも本当大変な1年だったろうと思います。ですから、で、その豪雨の時に被災した方もいらっしゃいますし、あとですね、やっぱな、人吉豪雨の後、9月、10月頃亡くなっている方も多いんですよね。新郎でですね。ですからそういう皆様にですね、こうやってお数珠の修理、それとですね、もういきなりであれでございますけどですね、この盆上賃も希望者の方いらっしゃったらですね、仮設住宅とみなし仮設に送ります。もうこれはもう決めました。わかりました。もう毎日新聞さん掲載記念ですからですね、まあそういう形でですね、まあすいません、もう長くなってすいません。 Y 記者様本当にありがとうございます。いつも本当にありがとうございます。毎日新聞で大きくご掲載いただきましたカラーでございますね。カラー写真ですよね。こんなに大きくですね、私の写真と一緒にですね、ありがとうございます。人吉、被災形見数珠、無料修理、それとですね、まあこれには書いてないですけどね、これ今降りてきたんだけどですね、盆上賃
もしもですね、亡くなられた方がいらっしゃって、盆提灯がまだ買いたいけど買えないっていう方いらっしゃったら言ってください。今晩送りは、これはよかしなもんですよ。岐阜県高裁さんという岐阜の素晴らしいメーカーさんの品です。これはもう送りますけど言ってください。はい。有名な長崎念珠、明光堂念珠店で、丁寧にお数の方は仕上げます。もう人吉豪雨から1年。やっぱ初盆の方も多いと思います。和島漆器仏壇店、一生懸命ですね、被災者の方に寄り添ってまいりますので、よろしくお願い申し上げます。もちろん、仏壇無料提供も現在、実行中でございますので、一つよろしくお願い申し上げます。本当にですね、毎日新聞のワイキサ様、ありがとうございました。心よりお礼を申し上げます。はい、ではここまで、この動画を見ていただいてありがとうございます。皆様の開運は天、お祈り申し上げます。